知ってましたか？うたかたゼロチャンネルが1周年を迎えました。あれ？今月末じゃなかったっけ？ブログにはそう書いてあったけど、あれは誤報ですね。アホのウプ主が勘違いしてたようです。正確には10月10日だったみたいです。もう過ぎてるじゃないの。そうです。だから過ぎたことでウプ主を責めるのはやめましょう。意味わかんないんだけど。そんなことよりツッコミーさん、1周年記念としてゆっくりコーデスペシャルをやることになったので、数日中にルミナスタウンに戻ってください。ちょっと待って、なんでゆっくりコーデなの？それはですね、ガールズモード3に静江さんの制服が配信されたからです。はい、言ってる意味がよくわかんないんだけど。要するに、静江さんの制服の捨て間をしてきなさいと、そういうことです。いや、そういうネタダメだからね。 N 天堂さんに怒られちゃうから。私の名はツッコミ。最近まで村長だった。どんなことからゾーンの扉を開けてしまった私は、謎の妖精野の天員に導かれ、禁断の扉をくぐり抜けてしまった。おしゃれを忘れた街、ルミナスタウン。その街で私はカリスマ美容師、メイキャップアーティスト、スーパーモデルと大活躍。わずか3ヶ月でファッション業界の女帝に上り詰めた。その後、満を持して村に凱旋するが、すでに村長をクビになっていた。新しい職場、タヌキハウジング。そこで私はインテリアコーディネーターとしてのスタートを切ったのだが、なぜかある組織から命を狙われてしまい、さらに追い打ちをかけるように最強の悪霊に取り憑かれてしまった。遅れてすいません。豆腐屋とダウンヒルバトルをしていたもので。はい、お疲れ。今回はお店にします。お任せください。今回はコンビニにするか。寒くなってきたし、おでんとか食べたいしな。これが一番コンビニっぽいな。店内は広い方がいいな。コンビニは品揃えが重要だからな。
完成しました。何か重要なものを忘れてる気がする。ただいま戻りました。お疲れ様です。お先に失礼します。お弁当温めてくれる？すみません、無理ですね。なんでよ。電子レンジがないんですよ。なんでも、設計担当者が設置し忘れたとかで。まったく、いい迷惑ですよ。電子レンジ忘れてた。まあ、誰でもミスはあるし、その担当者も悪気はなかったんだろうし。それじゃおでんにしようかな。卵とはんぺん、それと大根とちくわぶも。お会計1200円になります。あれ、お金足りない。ちょっと待ってて、おろしてくるから。あれ、ちょっと、どうなってんのよ。ATM 使えないんだけど、どうなってんのよ。ちょっとこちらではわかりかねます。クレジットカードも使えますけど、どうしますか？冗談じゃないわよ。こちとら村長クビになった時に、クレジットカードも職歴も奪われてんのよ。そうですか、残念ですが、お金持って出直してください。ぐぬぬ。皆さん、いかがだったでしょうか。今回はこの辺でお別れです。次回の動画でまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。